ナノ技術はロームの垂直統合型生産体制を生かし、回路設計、レイアウト設計、プロセス技術をとことん追求することにより生み出された革新的な電源技術です。これは10-9乗、ナノという極小を表すオーダーにおいて優れたスペックを達成するもので、従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想のもと、3つの新しい電源技術として展開されています。その一つが超高速パルス制御技術、ナノパルスコントロールです。ナノパルスコントロールは DC-DC コンバーターシステムの簡略化を目的に誕生。独自回路アーキテクチャの採用で超高速制御を実現するとともに、最適なレイアウト設計や高耐圧バイ CDMOS プロセスの採用で高信頼性や高電圧にも対応しました。マイルドハイブリッド車など 48V の高電位を採用する電源システムで、マイコンに必要な 3.3V 程度の電位まで高圧する場合、一般的に2段階の高圧が必要です。ナノパルスコントロール技術は超高速パルス制御により、大きな高圧幅でも一つの IC で高圧を可能にし、 DC-DC コンバーターシステムの簡略化に貢献します。実際に電源 IC に対して入力電圧を変化させて、出力の周波数とパルス幅がどう変わっていくかを比較します。入力電圧を上げていくと、一般的な電源 IC は電圧変化に追従できず周波数が変化してしまうのに対し、ナノパルスコントロール技術搭載 IC は入力電圧の変化に対して周波数やパルス幅の変化はなく、安定した動作をしています。このようにナノパルスコントロールはナノセカンドオーダーの極めて小さなパルス幅に対しても制御が可能です。またナノパルスコントロールはガンデバイスの特徴である高速スイッチング性能を最大限に引き出すことも可能で、ガンを制御するコントローラー IC への展開が期待できます。現在ではガンを採用することで制御パルス幅を2ナノセックまで大幅に向上することに成功。それによって100ボルト入力までの製品に対応できるようになりました。ナノパルスコントロール搭載製品は、入力電圧36ボルト以上のプライマリー電源用をはじめ、入出力電圧比が大きいシステムに有効である利点を生かし、5ボルトから1ボルトへの変換など、5ボルトバス系のセカンダリ電源用にも展開。さらにガンヘム特導に対応した DC-DC コントローラー IC へも対応しています。ロームの超高速パルス制御技術、ナノパルスコントロール、 DC-DC コンバーターシステムの簡略化に大きく貢献します。